こんにちは、まーです、ラジオやっていきたいと思います。はい、ということでね、新年明けてから初のラジオ動画になります。皆さん今年もよろしくお願いします。まあ私のラジオ動画って本当になんかこうコアな人っていうのコアな人って言い方なんかあれだね。私のことをそのゲームうんぬんとかじゃなくて、私の本当になんかファンって言ったらなんかおこがましいかな本当にそう言って私に興味を持ってくれて聞いてる方が本当に多い印象なんですよ、ラジオは。いや、なのでね、本当に私自身その大事にしていきたいコンテンツでもあるのと同時に、まあ、そんなにね需要もないみたいな一部の人に需要あるみたいな、まあ、でも私は本当に一人でも需要があるならもう嬉しいのでね、続けようとは当然思ってるんですけど、てかそんな話をしたかったわけじゃないんだけど、まあちょっとまだタイトル決めかねてるんですけど、まあ私今年、2022年、まあ結論から言うと新しいことを始めたいなと思っています。まあそれはこのチャンネルにとってもだし、まあ私の人生にとってもこう挑戦したいことだったり、なんか新しく始めてみたいことだったり、今ちょっと自分のそのなんだろうな、好奇心のなすままにというか、ちょっと動きたいなと思ってる部分があります。で、まずそのこのチャンネルにとってのことなんですけど、まあ今私まあのゲームチャンネルってことで、まあ前最初から見てくれてる方は知ってると思うんですけど、最初ってなんかおっさん女子みたいな、おっさん女子チャンネルみたいな感じだったかな、もううろ覚えで、まあそういう名前でやってたんですよ。で、まあゲームチャンネルに名前も変えて今やってるんですよね。で、まあこういう風にラジオを撮るか、まあゲームの実況、まあ主にスマホのゲームっていう感じでもここをずっとやらしてもらってます。はい。で、まあ何回変えんだよっていう話だし、ちょっと悩んでる、まだこうやって発表する段階でも悩んでるとこではあるんだけど、チャンネル名をねちょっと変えようかなと思ってるんですよ。うん。まだこれって決めたわけじゃないし、いやこのままでもいいかな、いやでもな、みたいな感じなんです。で、まあ、なんでそういう風な経緯になったかっていうと、今のその私の挑戦したいことっていうところに、ゲーム実況以外の動画を上げたいなっていう風に思ってるんですよ。で、どんなって言った時に、まあ、まだちょっと漠然とはしてるんですけど、まあこんな大した人間ではない一般市民なんですけど、何かこう皆さんのちょっとでもお役に立てるような動画、まあゲーム以外で、例えばこう、まあちょっとなんだろうな、私の得意としてることじゃないけど、私が今までこの31年、たった31年ですけど生きてきて、まあ学んだことだとか、こうしたら少しでも生きやすいとか、こういうふうにコミュニケーション取ったら私は困らなかったとか、なんかその辺、
なんでちょっとこう見る層は全然こう今チャンネル登録してくださってる方ではなくなるかもしれないんですけど、まあ今登録してくださってる方にもまあ多少は役に立つかもしれない。ただ私のチャンネルって、まあ、結構その比率として男性が多くて年齢層も割と高めっていうところがあるので、全然若い人もいるんですけど、なのでなんだろうな、お前みたいなそんな人生の中ひよっこが何言ってんだよみたいな感じにもなりかねるんだけど、なのでこうなんだろうな、新しい層にも働きかける、全くこう私のことを知らない、チャンネル登録もしてない、ゲームなんて興味ないみたいな人の目にも届くような内容を発信していきたいっていうところがあって、でそれと同時にもちろん今までとは違うこう動画作りっていうことをしたくて、なのでこうなんだろうな、ゲーム実況ももちろん続けるんですけど、今まで通りね生配信もするし、なんだけどそういうちょっと違う種類の動画、また違った手法で動画を作って発信する、多分最初なんて全然、まあ、当然見られないだろうっていう内容だし、そんななんだろう、さっき私が言ったような内容ってもう動画ありふれてると思うんですよね、結構今って本当にいろんな動画あるから、だから全然埋もれてく可能性も大だし、なんか投げ出したくなるかもしれないんだけど、ちょっとこうやってみたいなっていう風に思ってます。でその別の手法を使った動画作りっていうところで、まあ、自分自身のスキルっていうのを磨きたいなっていうところもあって、そのような決断にしました。なのでそのなんだ、その変化に伴ってまあのゲームチャンネルだとなんか違うかなみたいな、うん、でそのサブチャン作ることも考えたんですけど、いやちょっとまたね、いや私結構ねチャンネル作るときになんか自分のやり方が間違ってたのかね、めっちゃ手こずったんだよね、めっちゃ時間かかってもうその時点で心折れそうだったのを今でも覚えてて、まあやり方が悪かっただけでこう今やったらスッとできるかもしれないんだけど、もう覚えてないしね、どうやってやったか、だからちょっとめんどくさくてどんだけめんどくさがりなんだよって感じなんだけど、だからなんかこのやる気になった気持ちをそのままにバッてやりたいから、このチャンネルを継続していきたいっていう気持ちが一番あるんですよね。まああと自分もこのチャンネルが好きっていうのもあるし、もちろん思い入れもありますからね。でもともともちろんゲーム実況をしたくて始めたんですけど、なんかこういうラジオ動画すごく好きなんですよね、前から言ってたと思うけど、なのでその辺からのちょっと派生じゃないけど、まあいろんな動画も作ってみたいなっていうのはこうあったので、ただこう、まあ、時間がないっていう言い訳だったりとか、結局動画編集の時間が取れなくてだいたいカットして垂れ流してチーンみたいな効果音つけて流すみたいな、何度かその場しのぎの動画を日々出してるっていうのが、まあ今にも言える現状なので、まあゲーム実況の動画ですら手が込んでないので、まあその辺もねあるかなとは思うんですけど、でまあそんなこと言ったって今までだってまあ、仕事が忙しいとかね、いろんな言い訳してそもそも動画を投稿してなかった時期もあったりとか、いろいろあったやんお前って思うと思うんですよね。私もそう思います。ただ実はもう2022年なので去年ですかね、2021年、去年の5月からですね、私も今の職場を退職することを決めてまして、もう上司にも、言ってあります。なので3月いっぱいで、
退職します。なのでちょうど今のとこは丸3年かな、3年以上か、3年ちょっとかな。まあ結構ね、ラジオ動画でこう、なんだろうな、今までの私のこう、なんだろう、初めての転職だったり退職だったり、こうニート期間だったりとか、まあいろいろこうお恥ずかしいネタをさらけ出してきたので、まあ今までのラジオを見てたら結構私のなんだろうな、まあいろんなことがわかるかなって思うんですけど、まあ本当ね、いろいろあったのでね。で、そうなので実質私もう2月の中旬ぐらいからはもう有給消化に入るのでお休みになるんですよね。まあなんでその間はまたそれはそれでちょっとやることがあるんですけど、まあその時間とかも使ってね、こうちょっと動画の勉強だったり、あの他にもいろんな勉強したいことが今いっぱいあるので、まあ、その辺の時間に使いたいなっていうのと、動画編集の時間ももっと避けるかなと、まあ、ゲームばっかしてないでね避けるかななんて思ってもいます。で、いやちょっとごめんね、今日喋ること多いんだけど、もうずっと喋りたかったのね、みんなに。で、まあ、今んとこそのチャンネルの方針を変えるっていうのと、チャンネル名変えようか悩んでるって話した、退職の話した。でその後ですよね、まあ、お前またな、何やめてニートやるんかと思う方もいるでしょう。なりますでも実質まあフリーターだね。前回初めてのニート期間は半年だったんですけど、本当に働かなかったんですよ。バイトもしなかった。で、失業保険ももらわなかった。で、その自分の、まあ、ちょっとしたあぶく銭がありまして、それを使って細々と半年間生きていました。はい。なので、まあ、貯金も手つけたね、でも。うん。なので、まあ、だからそっからだよね。半年にとして、その後今3年働いて、今。まあ、まあ、退職理由はちょっと今話さないけど、まあ、私のね、ツイッターをフォローしてる方ならきっと、いつも愚痴のツイートばっかしてるから、やべえ職場だなっていうのは分かってくれたと思うんですけど、まあ、その辺もろもろ原因ではあります。で、まあ、今回もまあ、ニートじゃニートなんだけど、まあでも、どっちかっていうと、フリーターって感じかなと、今回は。まあさすがにもうあぶく銭もないし、さすがにそんなね、貯金バカバカ使うわけにいかないので、まあ、貯金とは何ぞやって話なので、なので、ちょっと、これからは、まあ一人暮らしも継続する予定なので、まあ、フリーターですね。ちょっと自分でお金を稼ぎつつ、失業保険もらいつつやっていこうかなと思ってます。まあその辺の細々したとこはね、私もまた改めてちょっと勉強したりするので、今こうなりましたっていうのはちょっと言えないし、まだ働いてるのでね、あれなんですけど、はい。まあ32にもなる年、もう32の年なんですけど、今年、まあそこでね、そんなニートやらフリーターってお前大丈夫かって感じじゃないですか。まあやっぱこう世間の目を気にしたらそうなの、そういう感じに思う、自分も思うし思われるのかなって思うんですけど、まあなんだろうね、やっぱ私も前そのニートやった時って結構そういう気持ちすごくあって、なんかこう世の中に置いてかれてるみたいな気持ちもありつつ、みたいな感じで半年を過ごしてたんですけど、まあでも、まあ社会復帰できたんでね、普通に多少のブランクはあったけど、まあ別にそのニート期間も誰とも会ってなかったとか、ずっと引きこもってたとかじゃないから、もう割と活動的に生きてたので、なんかそう言ってこう遅れも感じて焦りも感じてはいたけど、まあでもそれがね正常な反応だとは思うんですよね。なんかそれもなかったらもう絶対働けないじゃん今後だから、
まあそれはそれでね、まあいい経験だったかなと思うし、ゆっくり休めたかなと思います。で、まあ今回はまあそういう風にちょっとこう、なんだろうな、フリーターって感じでやっていこうかなと思ってるので、まあ今とはまた違う内容の仕事だったりなんかいろいろちょっとやってみたいなっていう風な気持ちがあります。はい、まだちょっと、まあ今漠然と私の頭にはいくつかあるんですけど、まあ今ここではちょっと言わないんですけど、まあ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 そういう風にちょっとお金を稼ぐ、まあ他のことでお金を稼ぐっていう体験をしてみたいなと。私学生の時ね、バイトとかね一切してなかったんですよ。もうなんか部活ガチ勢だったんで、そういうのもしてなくて、で専門学校行った時も頭やばすぎてバイトとか許可下りなかったんでそういうのもしてなくて、だから本当になんかいきなり社会人になったんですよ。なんか一般的にそれってやばいやつみたいなこと、なんかネットの記事とかで見るんですけど、どうなんだろうね。なんかそんなに、いやわかんないです、周りから見たらすげえやばいやつだったのかもしれないけど、なんかそこまで、まあでもすごい大変だったけどね、確かにバイトの経験ない分、すごいなんかいきなりなんかすごい社会に揉まれて、なんかすごいしんどかったのは覚えてるので、なんでまあ先に経験しとけば、まあやばいやばくない関わらず楽なのかなとは思いましたね。はい、ただ本当はどうにでもなるので、自分がどうとでもなったようにはい、まあなんでちょっと話脱線しちゃったけど、まあなので、まあそういうふうにちょっとお金を稼ぎながら、まあなんかお金を稼ぐからまあ一応フリーターだよね。でそのさっきちょっと話脱線したからなんか変になっちゃったけど、その、まあ、32の年にもなって、まあ、そんなんでも大丈夫かっていうのはあると思うんだけど、まあ、自分自身も感じてることなんだけど、まあ私前にも多分動画で言ったと思うんですけど、まあ、一応国家資格を持っていて、いやごめんね、これ別になんかドヤとか自慢とかじゃなくて、この死に物狂いで取った資格っていうのは、まあ、犯罪を犯したりとか捕まらない限りね消えないんですよ。なので、まあ、一応犯罪を犯す予定も今のところないのでまあ当然当面消える予定はないので、まあまあまあいつでも戻れるという甘えがあります。まあ、これも苦労して取ったからこそできる行動なのかなとも思っております。はい、なのでまあだからってね、そこになんかこう甘えてばっかも良くないかもしれないんですけど、せっかく取った資格でもあるのでね、まあそこをこう極めていくっていうのも当然な行動だと思うので、まあただ私自身はですね、ちょっとこうもう疲れちゃったのでねなんか定期的になんかオリンピックぐらいの感覚でちょっとなんか疲れるんだなと思って、この仕事、前ニートのなる前もそうで、でもねニート期間を経てね、またやっぱりやりたくなったんだよね、自然と。だからそういう風になれればこっちのもんだなっていう気持ちもありますね、正直。はい、でそうだね、なんか話まとまってないけど、まあなので今後チャンネルがまあちょっとこう見られないものになってくよっていう、いや見慣れないものっていうか、まあベースは変わんないんですけどね、たまに見慣れない動画出るよみたいな感じかな最初は。で今までチャレンジしたかったけどなかなかできてなかったこととかもやっていきたいなと。まあその中の一つとして、PS4 のゲームの生配信したいなって思ってるんですよね。いやずっとねしたくて、そのネットで調べてやり方とかも押さえてあるんだけど、まだまだできてなくて、なのでその辺もしたいかな。まあ、あとはその動画の編集とかにあたっても、一応ね今着々とちょっと
行動はしてて、今までずっとマウスなしで編集してたんですけど、なんか手痛くなってきたんで、もうなんかね、ババア手痛くなってきたんだよね。だからちょっとね、マウスをこの間の、まあ今もやってるけど、Amazon のセールで買ったりとか、あとこの今喋りかけてるマイクもね、ちょっと結構使ってるからね、変えようかなとか。やっぱり多少のね、初期投資は必要かなと。は思ってます。まあもうだいぶ使って元は取ってると思うのでね、かなっていうところかな。まあ、あとは本当に日々勉強かな。その動画編集うんぬんっていうのも日々勉強だし、今ってさ、そのそんなにいきなり稼げるわけじゃないけど、クラウドワークスとかだっけ、なんかそういう系でこうちょっと自分のスキルを売るみたいなことができる、まあ今の時代だからこそですよね。まあそんなの、なんだろうな、すごいできる人は稼げてるかもしれないけど、私みたいな未経験はね、全然その単価がいいわけではないので、まあ茨の道だし、それだけで生きていけるとか、この YouTube の動画だけで生きていけるなんて、まあ本当にこう、まあ、一握りの人だと思うし、それでどうのっていうのはまあ考えてはいないんですけど、ただやっぱりまあいろんな可能性をまあ追求したいというか、まあやってダメならね、あれだけど、なんかやらずに諦めるのもなっていうところもあって、まあよくね、やらないで後悔するよりやって後悔しようっていう言葉があるように、まあ本当その通りだなと思うので、で、今まさにね、なんかそういう気持ちになってる、自分自身がそういう気持ちになってるところもあるので、やっぱりそういう自分の気持ちは無駄にしたくないなと思ってます。まあただね、私ね、今年ね、翻訳なんだよね。めっちゃ厄年なの。大丈夫かなとか思ったけど。まあでもね、まあまあまあ、逆に言えばね、チャンスとも言える時なので、まあまあ、気をつけつつ頑張りたいなと。あんまりね、厄年だからとか、前厄だから、後厄だからとか言ってたら、いつまでたっても行動できないのでね。まずお祓いに行って、この今の自分の気持ちを大事に、やっていきたいなと思います。なのでぜひね、私のまあこれからの、そのなんか私がフリーターだなんだとかは皆さんに直接関係ないんですけど、あ、なんかごめん、マイク触っちゃった。直接関係ないんですけど、まあまあまあ、結構私も皆様には本当にツイッターやら動画を通して、なんでしょう、こう普段のプライベートを含め、ゲーム実況を含め、皆さんにお世話になってるので、まあ温かい目で見ていただければ嬉しいなと思います。見守っててください。で、チャンネル登録じゃなくてチャンネル名なんだけどね、ちょっとなんかこういうのいいんじゃないとか、なんか教えてほしいな皆さんの意見も聞かせてほしい。そもそもこんな長くなったラジオをここまで聞いてくれてる人がどれだけいるかわかんないけど、聞いてほしい、聞いてほしいじゃない、意見ほしい。まあ、あのゲームチャンネルのままでもいいんじゃないとか、何でもいいので、なんかちょっと意見ください。まあ、私も考えてはいるんだけどね、なんかね、意外といいんのよ、まあって、なんか出てきた。だからなんかハブんのも嫌だなと思って、いやでもまあは変えたくないんだよね。だから、うん、まあの何々チャンネルでもいいし、まあのなんとかみたいな、うん、ちょっと悩む、自分も悩むんで、みんなもちょっと悩んでほしいなって他力本願、はい、思ってます。そんなとこかな、とりあえず。うん、今ね、結構お金の勉強とかもすごくしてて、実際にその自分の貯金だったり、なんだろう、お金の管理っていうのをすごく見直して節約してみたりっていうことで、まあ、今結構いろいろやり始めてる時でもあるので、まあその辺もね、
まあそういうのも今もう YouTube とかも何でも溢れてんだけどさ、情報は。ただこうその辺もまあ発信する側になるほどまだ知識がないのでわかんないですけど、まあちょっとそんなもろもろ考えております。はい、ということでちょっと長くなっちゃったんですけども、結局何が言いたかったんだよお前っていう感じになりかねないですけども、まあ今後のねチャンネルの方針についてちょっとお話しさせてもらいました。だいぶ脱線しましたけど、最後まで見てくれた方いたら本当にありがとうございます。はい、ということでこれからもね、私のことを見守っていただければと思います。はい、ということでよければチャンネル登録とツイッターフォロー、噛んじゃった、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。